今回はですね、ちょっと面白い角度から記事を見てみようかと思います。小泉純一郎というね、安倍総理の官房長をされていた頃の総理大臣ですね。その方がこんなタイトルですね。小泉純一郎氏が安倍首相へ引導、もう引き際、バレてる嘘を抜け抜けと、という感じでですね。なんかこれ小泉総理が、元総理が言うから面白いですよね、これがね。で、本件は首相案件。嘘が次々と暴かれ、森友家計問題が底なし沼になってきた。それでも池高に開き直る安倍、晋三首相に引き際だとついに引導が渡された。本来ならとっくに辞めていなきゃいけないはずなのに、バレている嘘を抜け抜けと今も言っているなぁと、呆れているんだよ国民は。と、安倍氏の政治の師匠筋でもある小泉純一郎元総理の言葉、その思いの丈を週刊朝日に独白したというふうに語られてますね。これね、今ね、こうやって聞いている、見てるじゃないですか。いやー、さすがいいこと言ってくれるな。このタイミングでよく言ってくれたと思うんですけども、記事がですね、2019年9月30日ということで、1年以上前にこんなことをね、言われてるんですよ。で、少なくともこの時に私たちがこの記事に気づいて、この小泉純一郎さんがね、言われたことが、もっとね、主要メディアで語られていたなら、たくさんのことに気づけたかもしれません、我々は。でも、こんなね、投稿があったことを、私、そのブログ、このブログもね、最近知ったんですよ。で、当然、2019年知りませんでしたし、どうもなぁ、ということですよね。で、窮地に追い込まれている安倍首相なんですけども、森友学園の国有地売却問題、どうお考えですかって小泉総理に聞いたら、根本の嘘の始まりは国会で、これ安倍総理が言ったんですよ。私や妻が関わっていたのなら、総理大臣も国会議員も辞めますっていうふうに言ったのが事の発端だというふうに、安倍総理のね、尊敬してやまない小泉純一郎氏も言ってるわけですよ。昭恵さんは森友学園の元名誉校長でしょう。森友学園行き挨拶までして関係しているのに、なぜあんな嘘を言い続けるのかわかんないね。これはね、よく本当言ってくださいました。私たち国民も同じ思いですよ。写真もある、証言もある、いろんな証拠がある中で、もう、昭恵夫人がね、なんでこう、白を切り通すというよりも、知らないふりをしていられるのかってことなんですよ。何かコメントをするべきですよね。証人喚問に来るべきだと思います、私は。私たちが関係していたって、正直に言えばいいのに、おかしなことをしていながら、嘘をつく必要ないんだから。うん、おかしなことをしていないなら、嘘をつく必要ないんだから、その通りですよね。嘘の上塗りをするからおかしくなる。総理も、国会議員も辞めると言ったので、本当ならとっくに辞めていなきゃいけないはず。なのに、バレている嘘を抜け抜けと今も言っているなと呆れているんだよと。で、言われてますよね。あのね、小泉総理、元総理よく言ってくださいました。本当に、小泉さんはね、変人ですよ。ね、どっちかというと、ね、そうあってはいけないんですけども、安倍総理を守ってとぼけるか、この取材を受けないっていうね、そういうふうな選択をするのが、まあ、今風のまともな政治家のね、態度ですよね。でも、小泉総理は、いい意味でね、ぶち壊してくれる人ですね。空気を壊してくれる人。この時期にこれが言えるのはすごいなと思いますよね。だからね、今ね、もう一度ね、同じようなことを言ってほしいし、小泉元総理がね、お、安倍、お前やめろよってかね、面倒かって言ってほしいですね。お前には任しておけないからもう一回俺がやれよみたいなこと言っても、それは小泉総理にお願いする人がいるんじゃないですかね。うん、なんかね、こういうところがね、面白いですね、小泉総理。うん、で、本当にね、私が言いたいのは、そして多くの方が言いたいのは、ここなんじゃないですかね。バレてる嘘を抜け抜けと今も言っていると。で、未だに言っているんですよ。あれから1年以上経って。で、さらに多くの方を巻き込んでいるんですよね。で、最近はね、森法務大臣、私は本当にね、憤りを感じない、本当に最悪の大臣だと思いますけども、森法務大臣が、総理、それは法の趣旨に反しますって言える立場なのに、それもしないと。で、どんどん安倍化してしまったわけですよね。うん、のらりくらりと答弁を交わして、しどろもどろ、死に滅裂を並べ立てて、うん、もう森法務大臣の人生はめちゃくちゃですよ。ね。これね、10年後とか30年後に歴史の教科書見たら、
こんなどうしようもない政権があって、こんな恥知らずな法務大臣が大臣になっちゃいましたみたいなね、うん、私はね最近はね恥ずかしいことをね、恥ずかしいとも思わない人に対して安倍さんっていうふうにね、あだ名が呼ばれるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。クラスメートでのいじめの言葉に、おい安倍っていうのがね出てくるんじゃないかと思ってね、森っていうのが出るかと思って、ね、ドキドキしてますけどね、どうでしょうね。で今回はね、本当に私のつまんないトークだったんですけども、このねブログちょっと面白いんで、動画説明欄から URL つけておきますので読んでいただきたいと思います。本当にね、何なんでしょうね、これはどういうんでしょうかね。小川淳也さんも言ってましたけどもね、これはもう本当にどういうんですかみたいなね、言葉を失ってましたよ、本当にあまりの憤りに。本当にひどい。今日の予算委員会もちょっと楽しみにしてます。そしてですね、この森友問題を追及する回リターン、こちらの方もね第2回ですかね、今日徹底的にね追及してもらいたいですよね。今こそ野党が手を組んで、そして与党の中でもね、これはおかしいんじゃないかと思って意にそぐわないような仕事をさせられている方いるんじゃないですかね。小泉進次郎さん、小泉進次郎さんね、純一郎さんの息子じゃないですか。で兄弟はタレントさんもされてるでしょ。いやー、安倍さんに盾つくことができるのはこの人しかいないと思ってましたけども、安倍元総理も盾つけると思いますし、それからね菅官房長官、いやー、あなたはそんな人じゃないんですよ。もっとね正義の人だったはずですよ。なんでそうなっちゃったんですか。で安倍総理と麻生財務大臣、この二人のタッグがね、人に物を言わせるような組織を作ってしまったんじゃないかなと思いますよね。それからね、ついでにちょっと愚痴らしてください、皆さん。二階幹事長が消費税作るのにどれだけ苦労したんだとか言ってましたけども、いや、そんな苦労頼んでないよ。払う方が大変だよ。本当にね、めちゃくちゃですね。腹が立ちますね。以上です。